あれ僕がやらなきゃいけないってなったら多分暴れてるね <laughs> 本当に家族がいて、はい、で奥さんはこの夫と子どもたちのために料理を提供しなければいけない、うん、毎日、うん、もっと感謝すべきだよやっぱり現金の大切さを子供のうちに教えるべき。<laughs> 何 <laughs> から僕らは5時のガクさんとこの食事を。 楽しみ1日があるわけじゃないですか3時ぐらいからホテルでもこういうクラウチングスタートみたいにしてるんですけ <laughs> <laughs> あ,あと何分したら迎えるみたいな感じで昨日本当失礼いたしましたいやもう本当にね <laughs> めちゃめちゃ美味しく昨日はハンバーグだったんですけどね本当に世の中の主婦の方たち毎日料,、はい、料理を作ってる、はい、昔さ親がさ料理を作ってくれた時にゆっくり食べなさいって言われてたじゃん、はいはい 本当に今よく気持ちわかるねなるほどそうですよと、ね、によくわかるそれにうん、うん、料理を作ってる方たち、はい、お店とかで、はい、もうね感謝しなきゃダメだよねいやそうですよね。よく聞いてたのが、はい、作ってる最中にお腹いっぱいになるっていう言葉をよく聞くじゃん 本当にそれ最近感じまあ味見もするし、はい、味の調整もしたりとかで、ね、あと油も吸ってるんだろうね<ー>作ってる最中の、はい、もうね食べる時にはもうお腹いっぱいになっちゃってるんだよね <laughs> だって自分は味わかってるからさ味見して確認してるからだから料理ってさ楽しいのは。 一番最初にやっぱ楽しいのはさ目の前に出てきた瞬間のその感動じゃんそうですねうわってこれもないそうか自分の盛りつけてるからそうだよねこれもないで切って口の中に入れてうわこの味最高ってこれもない自分の味知ってるからそうじゃんあと片付けさすがに片付けは今 でうちのチームがやってくれてるから助かってるけど、はい、あれ僕がやらなきゃいけないってなったら多分暴れてるね <laughs> 本当に熱ねーほんと暴れてる <laughs> でそう考えたらね本当にね今家でお母さんがいて、はい、ねお母さんが毎日料理を作ってくれて、はい、ご飯をを、ね、出してくれる家庭 いる人たち実家にいる人たち、はい、もっと感謝すべきだよいやそうですよね本当に自分でやってみって 2>,、うん、2人分でも大変だよ、はい、料理って<か>家族多くて5人とか6人の料理を一人で作ってる主婦の方、はい、お母さんうちの奥さんまさしくそうっすねこれはねすごいって本当に重労働お母さんとかが切に 食事の後にさらすらキッチンに運んでないことをせめてキッチンに自分の皿ぐらい運びないよみたいな切れるとこあるじゃないですかごもっ,ともって話ですよいやごもっとも <laughs> 本当に <laughs> いやせめて洗うのぐらいお前らやれよと <laughs> そうですよね店じゃねえぞとそうですよね、うん、もう洗わないんだったら金払えと <laughs> 金払ったらお母さん喜んで金受け取るよそ仕事だから。<laughs> 無銭飲食じゃん言ったらさ無銭飲食でごちそうさまって言ってもうすぐ片付けもしないで帰るって毎日無銭飲食してんだよ子供たちが犯罪ですね犯罪犯罪だから僕思うんだけどね主婦での要は家事が仕事ですみたいな人いるじゃんなんで奥さんはストレスたまんのか毎毎月月 例えば旦那さんがねお金を結構なお金を渡してる人は、うん、まあまあそれなりには満足してるのかもしれないけれども、うん、基本はそこまでのお金じゃないと思うんだよ、まあ、家庭におけるはい、はい、夫がね奥さんだと子供たちを世話するためにっていうこの家族がいて、はい、で奥さんはこの夫と子供たちのために料理を提供しなければいけない、うん、毎日、うん、これねストレスでしかないと思うんだよ。 もう間違いなくまあ料理だけじゃないですしね洗濯とか洗濯も掃除もじゃんそうですよね,ね、うん、で僕今掃除はクリーニング頼んでるんだよね、はい、メイドがいないから、はい、で洗濯は全部ランドリーに出しているわけさ、はい、お金かかるわけさうん、うん、もうね本当思ったのは掃除をしてもらうお母さん料理を作ってもらうお母さんお金払うべき <laughs> そうで毎月ね給料日,日にお金をね、うん、奥さんに渡してっていうことをやらなくてもいいと思うやらなくてもいいもう家を掃除してもらったタイミングでお金払う <laughs> 一回一回<う>一回一回もう手取りですねそう手取り <laughs> で料理を作ってもらったらお金払う <laughs> ごちそうさまでしたっつって今日のお会計お願いしますって言って,言って本当にで,お,でお母さんが「えー、これいくらになります?」っつってで 旦那さんはあのカードでで払ううととすると <laughs> そうち現現金金だけなんない <laughs> 現金のみい。っていうことを毎日やることによって、うん、旦那さんはお金を払うっていうことをやって、うん、で奥さんはそれは仕事として認識できてればまだ我慢できるちなみになんですけどうちは夫婦で、まあ、初めの頃話し合ってお金を稼ぐのは僕の仕事。家のことは 奥さんのの仕仕事事子育ては2人の仕事だから仕事が忙しくて子供の例えば世話とか、まあ、勉強してるとか遊びをどうこうとかに参加できないっていうのはそれはサボってるってことよねっていうルールのもとやってるんですね家のことを例えば洗濯手伝うとか料理手伝うとか、まあ、一切してないんですけど一度も何も言われたことはないんですけど子供の運動会に参加してないとかそうそうあの言ってることはよく分かるよく分かるんだけど奥さんに給料出してる うちは僕がいくら稼いでるとか奥さん全く知らないんですけど必必要要なな時に必要な額を言われるそ,それね仕事じゃないんだよ。あ<ー>それは男のなな都合なんだよなるほどそれ仕事じゃないんだよ。仕事っていうのは本来そこにやるべきこと従事することがあってそれに対する対価が発生しないとこれ仕事にならないんだよ。だけど好きな時にお金をもらえるこれねボランティアに似てんだよね<ー>感覚が。 でもお金は僕が稼いでるって感じでもなく僕が稼いできたんだからみたいな感覚もないじゃないそう傭兵がねそうですだから制限もないんです必要な額は言ってくれとで万が一一度でも僕がそれを払えないことがあれば初めてお金の話をしようみたいなスタイルにはなってるんですよ、うん、だから一度でも払えないことがあるといけないからもう結構ノーミスでいかないとっていうのが昔からのまあそ,うだそれを僕思うんだけど世の中のね 夫婦、はい、子供がいる夫婦もそうだしいない夫婦もそうだけど、はい、給料制にすべきねもしくはもう年齢で決めるでしっかり毎日毎日お金のありがたみを分かってもらうのと同時に仕事をすることの感謝も含めるってなったらお金払うべきね奥さんに。 だからもう毎日ご飯食べた後に子供たちの前で会計をするお父さんが <laughs> そうすると子供たちはこれお母さんの仕事なんだって邪魔しちゃいけないんだってわ <laughs>、ね、かるしはい、はい、で自分たちはお父さんにおごってもらってんだお父さんにごちそうしてもらってんだっていう感覚にももちろんなるし、はい、そしたら自分一人でお母さんにご飯作ってと言えないよね 払わなきゃいけないから。そうですよね。うん、で作ったらさ最後請求書がテーブルに置かれて <laughs> でその小遣いから払わなきゃいけない <laughs> 子供たちも、はい。はいはいはい。そしたら無駄食いなくなるよね。そうですね。お腹空すいたとか言わないよね。<laughs> 残さなくなりますねごめだからこれってねすごいなと思ったのは小遣いは子供たちにはあげるんだけど、はい、その小遣いの中からお母さんにも しっかりお母さんがやったことに対して払わなければいけないっていうシステムやると自分でお金の管理をめちゃくちゃするようになるだから部屋の掃除家の掃除例えばリビングの掃除やりましたといくらいくらくださいん。子供たちに請求するわけ掃除しといたよってであなたの部屋私が掃除するんだったらいくら自分で掃除するならしない ただし、汚くなったら、掃除をする権利は私にあるから、したら請求しますよってなったら、自分の部屋もきれいに絶対掃除するじゃん。だってお金かけたくないから。これね、やるべき。なるほど。徹底して。そしたらもう、各家庭にやっぱカード決済を導入してほしいですね。クレジットでね。ああ、でもね、やっぱり。 現金の大切さを子供のうちに教えるべき。はい、な,るほどなるほど。カードっていくら払ったかわかんないし、いくら使ったかわかんないから。うんうん、今の世の中、カードで破産してる人はめちゃくちゃ多いわけじゃん。あ、そっか、そっか。結局それって、カードがダメなんじゃないんだよ。はい、管理ができてないことがダメなんだよ。はい、管理できない人が多すぎるんだよ。でもそれじゃなんでっていうと、大人になって急に管理することをやりなさいって言われるからできないんだよ。だから子供のうちから、しっかり管理する癖をつけば。 自分がいくら使ってっていうのをメモるしこのまま行ったら月末まで足らなくなるっていうのは分かるしみんなそうじゃないでしょ。そうですね言語学いっぱいになったからは使えなくなってるっていうふうに思う人めちゃくちゃ多いじゃん。それねそもそも子どものうちからお金を扱うっていうことに対する認識力が甘い。 Thanks, Thanks so, much so much for coming. For coming. Please, Please go home safely. safely. And, and don't, don't forget, forget to, to always, always walk on the wild side. side.